ゲームボーイアドバンス専用ワイヤレスアダプタはゲームボーイアドバンスの周辺機器通信ケーブルを使用せずに無線通信により最大5台までの通信プレイを可能にする対応ソフトで通信ケーブルの代用として使用できる他データ転送量や同時通信人数の多さを活かして独自の通信が行えるものもあるポケットモンスターファイアレッドリーフグリーンの 付属品という形で2004年1月29日に登場、2004年7月15日に単品で発売され、2005年にはゲームボーイミクロ用も発売された。いずれも単体価格は2000円である。なおポケットモンスターは後に本品が付属しない代わりに3800円の電化版も発売された。交の最大通信距離は正面メートル以内とされているが、 障害物や電波の妨害及び干渉がなければ、約70メートル離れた状態でも通信可能なことが確認されている。3メートル以内でお互いが向かい合っていれば非常に安定した接続が行えるので、多重接続すると接触不良の危険が大きくなってしまうことが弱点の通信ケーブルに対し、特に多人数での通信に便利である。 テーブル席などプレイヤーの位置が限定される状況においても効果的と言える。注意点としては無線 LAN を使用している機器の近くで使用すると無線 LAN 通信を妨害する恐れがある。ポケモンやロックマンエクゼなどのキラータイトルを対応させて普及を図ったがその後発売されたソフトは従来の通信ケーブルのみ使用可能なものが大半であったため結果として あまり普及しなかった。2004年3月25日から2005年7月8日まで、このアダプタを使用し、特定のサービス実施店で、新データの配信を受けたり、メーカーの用意したデータとの対戦が楽しめる、ジョイスポットサービスが行われていた。ジョイスポットの正体は特殊なカートリッジを挿入した、ゲームボーイアドバンスであり、通常は黒い箱に収められて、 店の一角に設置されていた。月間任天堂とともに1ヶ月ごとに内容が更新されていた模様。ポケモンセンター各店ではより通信機能が強化されたものが設置され、他店と連携したプレイヤーランキングが随時モニターに映し出されていた。ありがとうございます。